スーさん、ありがとう。急に感謝されても何の話って感じですよね。今日15日だ。ゴンチャ行きます。ゴンチャっていうコメント見て、今日が15日であることを思い出しました。絶対にゴンチャに行きます。こんにちは。時間くらい配信します。多分。今度初めて劇場に行きます。ハルピョンに会えるの楽しみ、嬉しい、待ってます、ありがとう。握手会お疲れ様、ありがとう。昨日も来てくれた、昨日一昨日か、一昨日来てくれた、ありがとうございます。朝からインスタのみんながくれたコメントを読んで嬉しいと思って起きました。今日の朝のネットサーフィンは、みんながくれたインスタのコメント読むことでした。そう、ちょうどさ手紙くれてたから、その直前に、だから名前はすごく頭の中に印象にあったりとか、あと普通にショールームもコメントしてくれたりしてたから、名前がすごい印象的だったので覚えてました。またでも来て、顔すぐ忘れちゃうから、うちそう、何回かね顔見せに来てください。で何回かまた名乗ってね、すぐ忘れちゃうの、私本当に脳みそがちっちゃいから。うん、なんかさ、もう覚えてるよって人とかもさ名乗ってくれたりするんだけどさ、そういう人にはさちょっと意地悪したくなっちゃうんだよね。すごい覚えてないふりとかしたくなっちゃう最悪ですよね、すいません。でも申し訳ないけど本当に私顔と名前が一致するのがすごい苦手なのね。なんか見たことある顔と見たことある名前は別で存在してるんだけど、それとそれが一致するのがすごく苦手だから、日々頑張ってます、はい、鼻風邪ですね。
どうしよう、アイドルなんて呼ばないで、マジ全然可愛くないかも。学校に行くとしんどしんど、明日9点だ。ラッシュガード安いよってきた。でもラッシュガード違う、 UV カットガード、何でもさ、これさ、いつも思うんだけど、ラッシュパーカーいつも思うんだけどさ、すぐにさこうつけて、ここにこの腕だけのやつあるじゃん、つけてこうやって歩いてたりとかしたらさ、すぐにさここが落ちてきちゃうの。そうだからすごく嫌だ。結局意味ない、なんかつけてる意味ない、あんまり。すぐにこうやっていつもこうやって上に上げなきゃいけなくなるから、もう意味なくねと思いながら、あれって止まんないのかな、なんかぴっちりしたやつ買わなきゃダメなのかなとかって思ってます。そうでも新しいのまだ買ったばっかりでさ、新しいの買った後にそれがそうやってなってるってなって、でもなんかその後に見つけたのが、ここに滑り止めがあるパターンのやつ見つけて、でもせっかく新しいの買ったのにそうって思って買ってない。こんにちは。もう野菜ジュース飲む橋本も見飽きたでしょ。なんかね、最近分かったんですけど、いや分かんの遅って思うかもしれないんだけど、あの最近分かったことがあって、すいません、アラーム15分です。15分後にまた鳴ります。最近分かったことがあって、お、ちょっと待って、一回待ってたりするの？見てみよう。アラーム前から起きてるのが偉い。私がアラーム大量にかけてるだけです、すいません。
すいません、ただそれだけです。今日やるレッスンの V を一瞬見てました。今送られてきたんで一瞬見てました。うん、むずそう頑張れ難しそうだ。頑張れ。頑張るよ。こんにちは。でも今日はレッスンしかないから別にメイクする気持ちにもならないし、なんかモチベ上げようっていう気持ちもあんまりないし、そう、大丈夫、モチベ上げなくても頑張れる。でも今日一日マジで長いの、めっちゃ長い。そう、
レッスン長時間。ちょっと日焼け止めだけ塗ろう。ゴンチャは終わってから行く。レッスンは今日喋らない一言も。私はメンバー各位、私を今日喋らせないでください。でも今日は昨日差し入れでもらったドーナツがあります。朝ごはん。スタバのピーチは飲んだ。ゴンちゃんは飲んでないけど、スタバのピーチは飲みました。めっちゃ美味しかったよ。なんかザ・桃って感じ。おすすめ。激うまでした。ちょっと日焼け止めだけ塗るわ。まだ塗るの早いか。まだ早いか。まあでも保湿して、あ、電気ビリビリ久しぶりに流そう。みんなの前では久しぶり。お風呂上がってパックしてしながら電気ビリビリはよく流してるんですけど、みんなの前での電気ビリビリは久しぶりない。ご飯買ってから行こう。今日お腹空いちゃうな。こんにちは。ね、すごい。うち今アイスのポイント43万ポイントなんだけど、すごすぎない？ありがとう、みんなのおかげで。もう確実にアイスもらえる。なんかこの電気ビリビリも慣れちゃって、顔が。
パックの上からやるのが一番効きます。一番気持ちいい。お風呂上がりとかこうやって肩にもやるんだよ。したらすごい。あ、今あんまりそのやっぱ水分電気ほら見て肩ほら肩うんすごくない？そうめっちゃ楽しいです。出るからね、きっと。この辺りほぐさなきゃ。なんか顔ちっちゃいって言っていただけることが結構多いんですけど、ありがたいことに顔ちっちゃいって言われてて、こんだけこのこれがついてるのでポテンシャルはもっと高いと思うんですよ。もっといけると思う自分。うん、おー振動すごいよすごいよ。おほぐれてます。ほぐしてます。全力で。本当はもっとやるんだけどさ、いつもパックしてるときは。でも痛くない。めっちゃ気持ちいい。全然痛くない。痛みとかじゃない。ちょっと昨日メイクポーチ適当にやりながらさ、メイクしたからメイクポーチの中片付けながらメイクしないけど、前行ったマッサージはどうだったんだろうね。わかんないや、あんまりあんまわかんない、どうだったんだろう。でもその時はすっきりしたと思う。
はよう。ドーナツ。普段やんないのにこんなに顔のマッサージそう、朝ごはんは昨日の差し入れでいただいたドーナツです。おいしい。何の曲？え、新曲新曲進めない、ない許してくれない、どうすればいいんだろう。新曲来ました。
ハルピョンがファンに爆裂している姿を見てピョンズに片足突っ込みそうかな、突っ込んじゃえ、両足突っ込んじゃえ、いけいけ。お待ちしてます。落ちちゃった。でも久しぶりの僕の太陽公演だし緊張してます。私もでも明日は平田ちゃんが一緒に出演、初めて初日、平田ちゃんの初日なので最近ちょっとずつ仲良くなりつつあるかなみたいな感じだから、平田ちゃんとは嬉しいです、一緒に出れて。あ、あと、I love you。 ありがとう。天然かは分かんないけど、なんか天然ってあんま分かんないんだよね私。うん、でもなんか私が勝手に想像してたキャラとは違う、面白いあの子マジで、人として面白い、なんかこう作った面白さじゃなくて普通に喋ってて楽しい。なんかもっとなんかなんだろう全然喋らない子なのかなみたいな、勝手な、なんかやっぱ美人さんだからそういう感じなのかなって思ってたんだけど、普通になんか面白いです、喋ってるとあの子と楽しいし、なんかもうなんか顔可愛いから普通になんかずっと喋ってたいみたいな。なんて言うんだろう、面白いことを言うわけじゃなくて、そう、そのなんて言うんですかね、なんか関西人的なノリの面白さっていうよりもなんか普通におもろいみたいな、なんか顔変うん、なんかそれがか、なんかおもろい、人間味あふれてて変そう それがすごい好き。人間味ある人が好きなんですよ私。あと頑張る子、努力する子、
がすごく大好きだから私の中での平田ちゃんは結構推しです。最近のシマは好きだから大丈夫安心して。君のことは何があっても好きだから大丈夫。何があってもはちょっと嘘だな。うん、下尾さんってばっかり言ってたらちょっと好きじゃなくなるかも。そう、私の好き嫌いは本当にその人次第のところあって、私はまず一度釣り糸を垂らすんですよで食いついてくれるじゃないですか。でそっからそっからというか、ちょ言い方悪いよねこれ今のそのなんかまずそのあこのメンバー好き、このメンバーと仲良くなりたいとか、このメンバーいいって思った子に対してその自分の思いを伝えるの。普通にまずめっちゃ今日ダンスめっちゃ良かったよとか、なんかすごい上から目線だけど、なんて言うんだろう、めっちゃ好きなパフォーマンス、そう伝えるんですね、まずその子に対して。でその子がそのまあそっから懐いてくれたらもう私はもうはいめでますって感じなんですけど、そっから全然なんかあの懐いてくれない感じ、なんかありがとうございますでもうそっからの関係ゼロになったらもう私はあいいやってなっちゃうタイプの人間なので、はい、水島さんはそこにしっかりと食いついてこうハラピョンさんって来てくれたから余計になんか仲良くなったって感じ。そう、18期とはね絡む機会が本当にないからね、分かんない。うん、
日焼け止め。そう、最近ちゃんひなと一緒に、ちゃんひなが初日迎えて私がシンポジだったんですけど、でもその時にちょっと仲良くなったかなって思ってる、勝手に。だし私はなんかその集合写真、これ3回目ぐらいなんだけど、この話するの、その劇場のね集合写真撮る時にちゃんひながなんか集合写真撮るよってなった時に、仲いいメンバーとか、そのなんか近しいメンバーとか呼びなよみたいな感じで言ってる時に、ちゃんひなが私のことを見て、私のことを呼んでくれて、そう一緒にシンポジやったから、ん、一緒にこう新しく頑張ったからっていうので隣に呼んでくれたのがすごく私は嬉しくて、え、本当に橋本ってちょろいから、そういうのだけでなんかちょっとキュンってきちゃうんですよ。はい、なんか私の中でのそのちゃんひなの、ちゃんひなに対する株はちょっと上がりました。はい本当に全力チョロ女なんで、それだけで上がるんですよ。今日午後から雨、ありがとう、持ってくわ。まあどうせ日傘持ってくからいいんだけどさ、傘持ってくね。天気予報、本当だ、午後から曇り一時雨、まあ、折り傘でいいか、これぐらいなら。喉にシュッシュッとしていいですか。苦い、美味しくないよ。ようやく口に逃がしっていうので、マジで美味しくない
子供用は良くないよ、甘いだけだ。明日までに回復ね、するといいなとは思ってますけど、本当に。お、虫刺されあった。無比の薬ずっと探してたの。刺されてさ、蚊に多分おとつい。橋本さんって意外と体壊しがち。でも仕事休まない。体壊すけど仕事休まない。うち偉い。まあそれが偉いって言われる社会もおかしいんだけどね、普通に。でもやっぱファンの皆さんにとっては変わりはいない存在だと思っているので。そりゃさ、その誰かが私のポジションを覚えればさ、変わりはいるけど、来てくださるファンの方からしたら変わりはいないので。全力でいただいている仕事を頑張りたいなって思ってます。なんか日焼け止めをさ、最近適当に塗ってたの。したらさ、この UV カットパーカーを私着てるんですけど、あの指先だけが焼けちゃって、ほら、なんかちょっと指先だけ黒くない？ここら辺と比べたら。だからちょっと指先に念入りに日焼け止めを塗るようにしてます、最近。はずい、ちょっとはずい。ファラオさん当たり、おめでとう。でもそれだけその UV カットパーカーが効いてるってことです。セリちゃんに日焼け止め効いた。なんか普通だった普通だった。なんかもっとすごい、なんかどっかの韓国の通販のすごいの使ってんのかと思ったら普通だった。だから多分、まあ普通に多分焼けない体質なんだろうね、体質的に。焼けても黒くならないとか、そういう体質なんだと思います。羨ましい。生まれ持った何かです。何使ってるかは、まあ、セリちゃんがいつもなんか固くなにさ、表では言わないから、私も言わないでおくね。うん、セリちゃんはなんか言いたくないのかわからないけど、全然言わないじゃん表で。だからなんか言うのやめとくけど、普通です。普通やでっていつも言ってたけど、本当に普通だった。
塗り直しの頻度とか量、なるほどね。もう絶対に塗るって決めてるんだろうね。私は朝塗ったら終わりになっちゃうから塗り直さないんだよね。塗り直す女になります。頑張るぞ。今年は大容量の日焼け止め買うって決めたのに買わなくて、結局普通に髪の毛の抜け毛がひどい、本当に嫌だ。この辺もパウダー塗っとこう。ペタペタしてる、嫌だ。なんか肌がペタペタするのはすごく好きじゃなくて、そう、あ、そう、シャンプー変えたわけじゃないんだけど、トリートメントをちょっと毛先だけ昨日違うのしたのよ。したら割と絡まりが抑えられるようになってきたので、そう、ここまではいつものトリートメントを使って、ここから先を違うトリートメント、なんか毛先だけにより集中特化したトリートメントを昨日使ってみたら、割と絡まりが抑えられたので、ちょっと満足。してます。ということで。What time is it now? 11時。それでは。6分から始めてるから、じゃあ5分になったらランキング読みます。そう、1時間するよって言ったから、うん、多分私がね、ここ2日間ぐらいね、ちゃんと最後まで髪を乾かさなかったの、それが原因かな。なんかやっぱりさ、風邪ひいてたりしてたらさ、早く寝たいが勝っちゃってさ、そう、そういう思いが強くて、ちょっと、うん、そしたらすごい絡まっちゃった髪の毛。そう、ここら辺だけ、ここら辺まで乾いたからもういっかと思って、毛先だけ乾かしきらずに寝ちゃってたんだと思う。何、星って、星、今日は僕隊、今日私のポジション誰なんだろう。
まあ、全員選抜の日か今なんかさ、せっかくさ、おんさんとさ、あやねちゃんの埼玉ポジ覚えたじゃんか、私。でもさ、こうやってさ、なんかさ、この劇場でさ、劇場のこう16人の表になった時にさ、なんか自分の名前がさ、そこに入ってないの嫌だ、すごい、なんていうの。なんかくるちゃんが2ポジ覚えてるじゃん。で、くるちゃんのポジションは2ポジとも書いてあるのよ、セリちゃんもね。なのに私だけ書かれてないのなんでって思っちゃう。覚えたのにさ、書かれてなかったらさ、覚えてないことになってるじゃんか。せっかく覚えたのになみたいな。そう、えみたいな。あんだけなんかすごく必死になって覚えたのに。覚え損みたいな。覚え損ではないけど、覚えたのにみたいな気持ち。まあいいんだけどさ、別にこうやってこうやって私は病んでいくんだ本当にいいんです。これからも元気に頑張りたいと思いますということでそれではランキングいきます。5分になったんで、1位鉄道のライトアットピョンズさん、2位あちゃこちゃん、3位サプライズルーバーアットピョンズさん、4位てつやアットハルピョン大大大好きさん、5位ファラオさん、6位バンボシさん、7位マックミックさん、8位ベベモンさん、9位プロジュさん、10位トラックヤラアットゴリさん、11位ともゆきさん、12位ナラティキさん、13位ネバーストップアット、明日またまたキャン待ちなのだが、キャン待ちまで繰り上がっただけマシよ落選からキャン待ちまで繰り上がったってことでしょ。まだマシじゃないか。やったね、ポジティブにいこう。ということで皆さんありがとうございました。今日はまた夜できると思うんだがっていう感じかな。あとは夜できたら行かない旅の大阪編を見たいなと思っているので、よろしくお願いします。 TVer さんで一緒に見ましょう。ということで最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。業務自慢のラビットをジャンプで9306盛り上がりの皆さんに聞いてきたいことをお届けしちゃう、タイム研修しアルピョンことショータイナでした。それではまた明日じゃない、今日の夜。ありがとう、またね、バイバーイ。